はいどうもお疲れ様です。即価塾の久保です、えー。今週の FX オリガル日一週間振り返りなんですけども、これはね、今回の大きな値動きについてお話し,して一週間の振り返りにさせていただこうかと思います。値、えー、動きこれですよね。私としてはね、円安がまだまだ進むだろうと。一時的に介入などの状況があってもそれに反発して結局は 円安の方向に触れというふうな方針をもとにテクニカルを見ていったんですよねでこの値動きから大きく下に下げるって予測するのはすごく難しいんですよですんでこの値動きってのは多くのロスカットを巻き込んで多くの資金破産者ってのを生んだんだと思いますじゃあなんでねここで大きなお金を失う人が出るのかってことなんですけどもそもそも計画が良くなかったんじゃないかなと思うんですよそのの意味では円安に進むと思った私の計画も あの片手落ちだったと思いますただねロスカットラインを引いてれば被害は限定的であやべえしまったで終わるんですよこんなこともあるんだで終わるんですよそれこそ全資金の1%もしくは2%いいですかロスカットを食らった時に、まあ、決済すられるわけじゃないですか強制的な決済をその時に全資金の1%から2%を失う程度にとどめておくっていうのがロスカットの、まあ、基本的な 設定なんですよ、ね、まあこれは以前もお話したと思いますけどもそういうふうにしとかないとじゃあもう再トライできなくなっちゃうんですよ100万円の資金を投入しましたロスカットを受けた時に1万円損しました99万円残りましたこれで愕然としてやる気なくなりますかねしまった痛みを見たと思うけれどもでもまた99万円から1%の最大限の損失を覚悟して 9900円のロスカットラインを引けるじゃないですかそうするとほとんど変化のないトレードが次の瞬間もできるわけですよ今回ものすごい深い陰線ができましたけども陰線の幅が5円だろうと6円だろうと関係ないんですよねだって自分のロスカットってのはすごく限定的なところで起きるわけなんですよそれこそ値動きが1円もなくてもロスカットされるところ同じなんですよ、ね、でも大きく値動きをしたからこそ あの自分の損が大きくなったってことは、ロスカットラインを設けてないか、ロスカットラインが非常に幅広く取っていて、その覚悟もなかったってことなんですよね。で、私もロスカットラインを大きく取ることがありますけども、その時はロットを減らすという調整をしてます。ロットを減らすことによって、普段1ロットのところを0.5にしたら、ロスカットラインが2倍設けれるわけじゃないですか。で、そうなると、一旦下に落ちて反発して上に行く時に、やっぱ追撃も効くわけですよね。 まあ、そういうふうなことをやろうと思っても、基本的なテクニカルができていなければ、ここの対応力っていうのはね、なかなか発揮できないわけですよ。というのが、今回の大きな値動きって、それこそね、もう十数年に一度とかですよ。で、今、冷やしのチャートを見ていただいてるんですけども、1本が1日ですけども、これほど大きな陰線ってどっかにありますね、このぐらい大きな陰線ってどこにもないでしょ。 でそのぐらい起きにくいんですよこれは起きにくいからこそこんな、ね、1時間とか2時間で5円とか動くような値動きに対応できる人その経験を持ってる人ってほとんどいないですでめったに起きないようなこんな5円の値動きに対して日々ね構えてる人もいないですあるとするとロスカットラインをエントリーと同時に設けてるってこたったこれだけでいいわけですよそうすることによってどんなに値動きが大きく起きてもロスカットの幅が限定的なんで ダメージは受けなくてびっくりする程度で終わるでしょう。だからここが非常に大事です。今週の学びはここですよ。で、以前ね、日銀の介入、かなり予感が、あ、報道などでされていたんで、私もね、今週はあるかもしれないっていうふうなことでお話ができました。だから、あの、被害が限定的というよりも、その日銀の介入の後の、迷信の力を使って稼いだ人って結構いると思うんですよ。もしくは、 トリガーっていうのをお話もしましたけどもトリガー設定を私がちょっとお話したところね自分の責任にトリガー設定してそれでね日銀の介入で儲けちゃったっていう人もいるわけですよねただこれを進めてるわけじゃないですこういうふうな滅多に起きないことを学ぶよりも普段使えるようなテクニカルをちゃんと使っていきましょうって話をずっと私もしてますんでねだからトリガーなんてのに興味を持っていただくのはもう仕方がないことだと思うんですけどもただそれがメインじゃないですってことなんですよ 普段のテクニカルトレードで利益を積んでいるからこそ、その積んだ利益でもってトリガーみたいな一種ギャンブルみたいな挑戦ができたり、それから今回みたいな大きな値動きに対処する利益が積み上がってるってことなんですよ。まあですんでね、あの、トレードをする際に私がいつも思ってるんですけども、月の始まりに、まあ100万ね、100万じゃなくてもいいんですよ。1万でもいいんですけども、で、月の終わりに150万に するという計画を立てた時に常に私が思ってるのは理想値なんですけども月末になったら50万をもうね証券口座の外に出してまた100万に戻して月の初めをスタートするわけですよそうすると外に出したお金っていうのは絶対減らないじゃないですかでも万が一この150万を残したまんま次の月も150万でスタートすると。 何らかのね事情によって150万がポーンとなくなるようなミスもありえるわけですよそうなったら根こそぎいか,かれちゃいますからねですね常に月の初めには口座の残高を自分が設定した金額に揃え直すみたいなことをしておく特に利益が出た場合はね損失が出た場合はまた別の考え方があるんでそれは別の機会でお話し,しますけどもでそういうふうにしていくと資産を守れるんですよ それでねよく月の初めとか月末には思わぬ資金が入ったり出たりしますよっていうのは何でかっていうと一つにはこれをちゃんとやってる人がいるんですよプロのトレーダーになればなるほど、あのー、利益のの出出たた資資金金は外に出してでですすねまた元通りの資金から始めるわけですよそうやって利益を確保していってあふれ出た余剰資金っていうのを今度はポートフォリオ別の不動産ですとか株とかっていう他の投資に回していくんですよね暗号通貨でもいいですから。 そうするとあのこの50万ってのは完全に利益ゼロから生まれた50万なんでほとんどリスクなく株とか不動産ができていくってことになるんですよ。でこれが理想的な流れです短期的に FX で儲けて長期のものに対して、えー、FX で得た余剰利益を再投資していくって形ですよね。まあ、これはヨザ翼ツバさんの塾で学んだやり方なんですけどもまあ考えてみたらそうだよねって思えなくもないです。 でその前提としては FX の中でコンスタントに利益が生まれるようにならなくちゃいけないですよね例えば3万円が5万円になりましてでもいいですし10万円が11万になりましてでもいいんですよであふれ出た1万とかっていうのを外に出してそれをまた別のねあの小さくても、うんうん、さらに硬い運用益がもう0.2%でもいいから硬いものに投資していくってことによってポートフォリオーが徐々に構築できていくわけなんですよ ま、あそこまで話しちゃうともね、話が難しくなりますんで、あくまでも FX オリガルヒでは、テクニカルのトレードの仕方だけをこれからも話していきます。ですので、テクニカルの聞きにくいようなね、そんな材料相場から絶対に離れていくこと。もうそこでポジションを残すようなことをしないってことですよ。だそうすることによって、そもそもギャンブルに巻き込まれてに済むのであの、テクニカルの脳みそができるわけですよ。テクニカルだけやるライフスタイルができるわけですよ。これが非常に大事ですよ。 やっぱりね、自分が普段取引しないような時間にやっちゃうっていうのは、まだまだ早いかなと思いますんで、私も、この前も申し上げましたけども、これから残業すると。だから、あの自分だけでやりますんで、えー、まあ、ついてこないでくださいと。放送はするかもしれないけども、それは、私が個人的に何をやってるかってことをお見せする意味でね、それを学んでくださいってことじゃないですよと、繰り返しますけども、テクニカルをまずマスターしてからなんですよ。いろいろとあるのは。テクニカルはマスターできますんでね。 他のことをいろいろやるよりもテクニカルのマスターに心血を注いでいただければなと思います。そのための放送をしてますんでね、うん。はい、じゃあ以上ですね。あの、今回すごい値、ね、動きがあってびっくりしたかもしれませんけども、こういうことを乗り越えていかなければ、あの、やっぱ FX ってのは到達しませんし、今回特に珍しいことだったんですけども、うん、やっぱり多くの投資家さんがこれによってね、去っていきます。特に投資の方法を間違っていたりとか、 自分なりの,あのスタイルになっちゃった人とかね。そういう人はこういう時にやっぱ去っていきますね。たった一つ。エントリーと同時にロスカットラインを引くだけで、今回の損失は防げているはずなのに、やっぱりしない人が多いんですよ。ベテランでもしない人が多いです。だからこの陰線ができたわけですからね。これロスカットを巻き込んでますからね。ロスカットラインちゃんと引いてる人ばかりだったら、こんな大きな値動き起きないわけですよ。全部新規の売りとかでできるわけなんですよね。でも新規の売りって、 この状況で建てれる人ってまあいないですよ。それこそなんかね、国際し金融資本じゃないですけども、極意の情報を得てる人とかね、相場を動かしてる人とか。うん。場合によってはこれね、ヘッジファンドとかでもロスカット食らってる可能性がありますからね。で、ツールを使ってる人はここで全部行かれてますから、Facebook 上とかね、SNS 上でツールで儲けてますっていう人は全部ここで損切り食らってますからね。<laughs> そのぐらいツールってこの動きには対応できないんですよ。 だから私はテクニカルをマスターするまではツールをお勧めしませんしテクニカルをマスターしたらツールが必要なくなるんで永遠にツールは必要なくなると思いますはいじゃあ今回の締めでお話し,しますけども自分の力で儲けてない人がツールを使います自分の力で儲けてない人がツールを売りますそして売ったツールの金額を自分の FX の価値というふうに語ります最終的には FX のツールを作っているプログラマーさんは fx のこと、ほとんど分かってません。ましてや fx で勝つことはありません。これをよく頭に入れといてください。それでは、今週は以上です。来週、ちょっとまた苦労しそうです。はい。でも、こんな時でも、基本に立ち返って、今日から fx を始めるつもりでやっていきましょう。実際に今日から fx を始める人もいますからね。今日から fx を始めた瞬間に、この大きな動きにぶち当たった人もいます。そういう人よりは私たちは、 まだまだ俯瞰したものを見ることができる分、一律の蝶があるんではなかろうかと思います。はい、じゃあ以上です。